皆さんおはようございますシローズですここからはデータの活用について簡単な説明をさせていただきます大前提としてデータをどう活用するかは各自治体学校で考えられるもの考えるべきものですですのでここからの説明はこれが正解というわけではなくてあくまでデータ活用の一例としてお聞きいただければと思いますまず基本的な留意事項です 全国学力学習状況調査を含め学力調査というものは児童生徒ののの学力のあくままで一部を表ししたものにしかすぎませんさらにその学力も家庭や地域塾など先ほど SES という言葉もありましたけれども学校以外のさまざまな環境の中で培われます。ですので学校の授業教育だけの結果を示すものでもございません。 それゆえ先ほど文部科学省からの挨拶にもあったように自治体間や学校間の平均生徒率だけを比べても学習指導改善の効果検証ににはなりにくいい面がございます例えばある地域学校の生徒率が他より低かったとしても実はもっと芳しくなかったところからスタートして学習指導が功を奏していたのかもしれませんし逆に他より高かったとしても塾など他の要因が効いていたのかもしれません。 それゆえ、教科の平均正答率よりももう少し詳しく地に足をつけてこの単元のこんなところに力を入れて授業をしてきたからこそここに成果が現れるのではないかと検討したりこの学力層の児童生徒にこんな支援を行ってきたのでここはできるようになったのではないかと検討したりすることによって結果の解釈や推論の妥当性を少しは高めていくことができるんではないでしょうか。 簡単に言えばここにあるように学習指導改善充実が誰のどのような学力向上につながったかつながりうるのかを、えー、もう少し詳しく丁寧に見ていくことが重要だということになります。本日の説明会では国語算数数学部会がそのヒントになるかと思います。また児童生徒が地域や家庭で何をどう学んでいるのか学校での学びをどう支えてもらっているのかなど 学習状況調査等の実態と照合することも重要になります本日の説明会では最後の質問調査結果がヒントになるかと思います以降の時間ではこうした目的に対する、えー、特に全社の誰のどんな学習指導の改善指導に、えー、改善充実に生かすかという観点からのデータ活用について説明をいたしますそれは言い換えると、えー、全国学長の調査結果を最大限生かすということでもあります 昨年度同じ趣旨で説明した動画がございますので今回の説明のま抜けているところとあればぜひご覧いただければと思っております1枚だけ昨年度のスライドを紹介しますそこでは調査結果を生かすために一人一人の学校現場教員が問題の趣旨を理解し 結果の見方を理解して児童生徒の解き方や考え方を解釈することそしてその解釈を仮説として児童生徒対象に検証して日々の指導改善充実に役立つアイデアを出し合うことができるのではないかというふうに説明しましたそのために赤字で書いたようなことを具体的に提案しました一のところであればまずは自分で解いてみてから趣旨を読み解くこと 2番のところでは、えー、全国等の結果を参考にしながらクラスの児童生徒の解き方や考え方の特徴を捉えること3番のところでは、えー、その取り組みに復 えー、応じてです、ね、こうやって解いたんではないかこう考えたんではないかという仮説が立ってきますので少し手間はかかりますけれども同じ問題や類題を解いてもらって課題や成果を教室で実際に見取ることその見取り気づきが出発点となってこう指導してみようというアイデアが浮かんできますのでそれを校内外の教員と共同で検算したり授業アイデアでも参考にしながら実践してみるということをお話ししました。 そのために昨年度は結果の見方としてクロス集計と正答数別累計割合について簡単に紹介したんですけれども今年度はそれをですね一問にとどまらせずに複数問題を通して誰がどんな問題に回答できているのかいないのかというパターンを見ることおよびそれをもとに児童生徒がどんな資質能力を身につけているかということを教室で検討してみることにまあ焦点を おきたいと思います前者にはクロス集計の目的に応じた使い方そして正当数別累計割合グラフというのが使えます後者については後ほど説明しますけれども思考発作調査というのがそれぞれ役立つかと思いますそれではまず最初にクロス集計からいきたいと思います皆様すでにクロス集計はよくご存知だと思いますけれどもこれも複数の問題間の関係を明らかにすることに使えます 例えば本日の中学校国語部会で紹介される大文2の2つの証文の関係を見てみましょう証文2の方は選択式であることもあって縦に見ると正答率が75%多項ございますこれに対して記述式の証文4は横に見ると正答率が43%と高くありませんこれを今日は難しいと表現しますそれらを掛け合わせた結果がこの4つのセルクロス集計結果です ただこのおーパーセントは各セルを総度数で割ってるのでなかなかこれだけ見てどこがどういうふうに多いか見取りにくいですので国語部会の方ではこんなな工夫をなさっています。それぞれ100%と見なしてそれがどう分かれてるかという2つの表に分解して見極めようとしている具体的には小文用の記述問題の正答ごとをそれぞれ100%と見た時に小文2の正答ごとはどうかとを見ているのが上のグラフです。 記述すなわちここでは目的に応じて必要な情報に着目してようやくできたかどうかなんですけれどもその生徒の86.1%が「証文の2」これは具体と抽象の関係を捉える選択式問題なんですけれどもそれに正当しています。一方「証文2」に正当していた生徒が記述に正当しているかというふうにこう見るとこれは50.6%ができていない。 このように目的に応じてクロス集計っていうのを臨機応変に使っていきますと文章を要約して記述するという資質能力の構成要素に文章における具体と抽象を捉えるという知識技能が含まれるというような仮説が立ってくるわけです。このふうに的を絞ったデータ活用ができるとどういう力を身につけたいのか児童生徒の課題と成果が何かというのが見えてきやすくなります。それでは、 次の正答数別累計割合に行きたいと思います問題の平均正答率やクロス集計だけでは児童生徒のいわゆる学力相互との結果はわかりませんそこに使えるのがこの正答数別累計割合ですこれは調査当日の例えば算数だったら算数の全問題の正答数を仮に学力と見たときのその学力相互との各問題の正答率というのを見ていくものでございます 加えて、正誤だけではなくて回答類型も一度に表示したものが正答数別類型割合グラフです。GP 分析図とも呼ばれます。具体例で説明します。仮に全部で5問しかない算数調査があって、それを10名の児童が受けたとします。そうすると、一つ一つの問題の正誤が10人分出ます。 すると1の問題は優しいんだな2の問題は難しいんだなといったことがわかるんですけれどもそれに加えて一人一人の児童についても A さんは全部できて J さんは全部できなかったということがわかります。でこれを掛け合わせるとこの問題に合う子は全体何問できていた児童なのかというのが見えてくるわけです。例えばのの問問題題だけを見るとその問題は全体 問問中の問ですね、えー、解けた子はできるけど3問以下ししかかか解けなかっったた子は難しかったというのが見えてきます正答数別累計割合グラフというのはこのそれぞれの問題について一体どういう層の子が正答しているのか誤答している場合それが無等なのかそれともまた別の誤答なのか、えー、全体の正答数別に割合で出していくというものでございます。 例えばあのよく知られた平行四辺形の急積公式の活用問題についてこういうグラフがあったとします。つまりこの年ですと全体で17問ですね17問あるうち1問でも1問もできなかった子から全部あった子までいると。 でこの問題の各問題の正答数の子どもたちっていうのを分母にしてどういう回答量ケになったかというのを左のこの縦軸の割合で表しているというのがあのこのグラフでございます。具体的にいきます。これを左から右に見ていくと例えば点線の無答の五島っていうのはどんどん減っていくなとかピンクの線の平行四辺形の面積を高さではなくて斜辺をかけて出してしまった五島っていうのはこの中間層で多いなとか。 正答の赤い線や純正答のオレンジの線はまあ十四問ぐらいできる子からようやく増えてくるななど層ごとの傾向が見えてきます昨年度の説明はこれを一つの問題に適用して出題者の意図と結果を照らし合わせてなるほど確かに不要な情報にらわ惑わされないように平行四辺形の面積の本質を理解することが課題だなというふうに解釈するステップ さらに、だったらクラスでもう一度この問題をやってみて斜辺をかける考えの子どもたちと高さをかける子どもたちとが議論してみると面白いななど次の授業アイデアを得るステップというのを説明していったわけでございます今年はさらに進んでこのグラフを複数の問題で検討するということをやってみましょう今年度のののの小学校の算数の部会でで説明されるものです。詳細はそちらを参照ください 3つの文のグラフを並べていますすべて同じ本年度の問題ですから登場するのは3つのグラフで同じ児童たちだということになります。まず赤い政党の線をご覧ください。左のグラフは全体の問題数の政党数がこう上がってくるとそれにつれてなだらかに上がっていきます。 ところが真ん中と右のグラフはこの赤いのが最初は寝ていて最後に立ち上がってきますので結構難しめの問題だということがわかるわけです。なおこのゼロのののとところにいいい青い線というのは無の子供たちです。興味深いのはこの左のグラフの累計の2これですねこういうこの灰色のやつあるいはこの真ん中のグラフの累計の99あるいは累計の7と呼ばれるもの。 それから、この右のグラフの累計の2ですかね。このように、多くの生徒たちが、こう間違う後藤の累計があるということ。それが、生徒数の、まあ、中間層や、かなり、まあ、上位層でも見られるということです。お急ぎで、実際の問題を見てみます。えー、最初の問題は。 ゆうなさんが、えー、折り紙を72枚持っていてゆうまさんが持っている、えー、折り紙が小春さんが持っている折り紙より28枚少ないとするときにどののの式がその状況を表していいるかというものです途中で視点がーゆうまさんから小春さんに移ってちょっと難しいところがあるんですけれども正解はあの持っていた72枚に多かった分の28枚を足す式でございます。ところが より少ないという言葉が入っているせいか、七十二引く二十八としてしまう。児童が、正答数の比較的高い層でも多いというのが、この累計、この配慮ですね。この累計で見て取れる、というわけです。文章から数量の関係を捉えて、式に表すことっていうのは、なかなか難しいということが、こういうところから見えてきます。 次は真ん中でお見せしていたグラフですけれども2 2ンチの直径の球がすっぽり収まる立方体のがあるときにその体積を求めようという問題ですだったら一辺が2 2ンチの立方体だからというふうに頭を使って 22×22×22 22 22と正当できる子ばかりではなくて体積と長さを勘違いしたのか 22×3.14 と円周率をかけたり。 22人立方体の6面っていうのが気になったのかそれを掛け合わせたりする児童が多いというのがこのグラフで見て取れるわけです。最後はタケルさんという子が自転車で家からポストポストから図書館までずっと分速2 0 0ルで走っている時に、えー、家から図書館ご覧の通りずっと一定の分速で走っていると。 いう絵まで親切ついてますので正解200メートルなんですけれども正答数の多い中間層でも400メートルになるという答えを出しているというのがこのグラフの意味するところでございます、えー、以上見てきますと差の関係でも立方体の体積でも、えー、分速でも応用を求めるような聞き方をされると全体正答数の多い自動でも結構誤ってしまう その概念理解は大丈夫なんだろうか確かめたいという気持ちになって、えー、くるんではないかと思いますそれがデータ活用に基づく学習指導の出発点になってくるというわけでございますさて そうやって教室の児童生徒はどんなふうにこう解いていたのか何を考えたのか知りたくなったときに役立つのがこの思考発話調査でございます思考発話調査とは文字通り参加者に考えていることを口に出してもらいながら問題を解いてもらうという調査です。より自然な発話を取るためにペアで話してもらう場合もあります。 えー、少数の相手にしかできないので、えー、なかなかこう事例にとどまるものでしかないんですけれども誤答や無答の児童・生徒が何を考えているのか逆に正等の子どもでも実はよく理解していないんではないかなどプロセスが明らかになってくる利点があります。だから、えー、教室で先生方が、まあ、やってみるのはちょうどよいんはないかというふうに考えております。具体的にはあの右に示しましたこの学力アセスメントのあり方に関する調査研究報告書をご覧ください。 実際今年度の問題を使ってある学校の先生が教室でやってみた例を紹介したいと思います地方のごく小さな学校で児童は10名しかいないんですけれども本調査の時に養子力試しだと言いながら受けてくれる前向きな子どもたちです調査は5日後に5ペアに分かれて速さの大問を解き直しました 途中で正解をヒントとして伝えてその後解き方の解説もして別解も考えてもらいました最後に子どもたちが力試しだって言ってたことを使ってですねこの調査って一体みんなのどんな力っていうのを試したいんだと思うということを少しメタに振り返ってもらいました子どもたちの対話から先生方に次のようなことが見えてきました まず第一に算数が得意なペアでも苦手なペアでも分かりかけていることを一生懸命言葉にしながら説明して仲間の考えも言い直して粘り強く考えるというまあ,ある種学びにに向かう態度が身についていてることまた算数についても生活経験的な速さの感感覚直感はあるとということ一方で望ましくない特徴としては2番のところですけれどもどうしても算数とは えー、式で答えを出すことだという見方考え方になっていて、えー、見通しが持てないときには辻褄が合う計算や,やり方を探す活動になりがちなことでした。 えー、例えば「証文」には、えー、1 8 0ルを3分で歩ける子どもが、えー、1 8 0 0ルなら何分かかるかという問いだったんですけれども、えー、苦手ペアですと男児が「キハジという距離と速さと時間を結びつける、えー、公式を思い出して1 8 0 0る1 8 0という妙な式を立てるとジョージが答えが十字時になっちゃうそれじゃ何かおかしいという様子なんですが何がおしかしいかはなかなかこう言えないこの問題なかなか難しいんですよね。でえーじゃあ 3番いきます。得意なペアと苦手なペアの大きな違いはどこにあったかというと、えー、単位量あたりの大きさここでは分則ですねそれを理解してまあ,あの柔軟に計算できるほど的確に使えているかというところでした。えー、得意ペアですとここにに書いたように180割 算して、一分間で何メートル歩くか求めてから、一分間が六十メートル。だからっていう風に、あの、分速を求めて、そうすると、もう一人の女の子が待って、百八十は何の数？みたいなことを確かめようとする。ところが、苦手ペアはですね。小門用の正解が、分速二百メートル。と聞いて、初めて、分速は変わらないんだ。合計しても変わらないってことか、ということをしみじみ納得する。こんな風に、概念理解というのは、非常に大事なところが見て取れます。 最後に4番としてそんな子どもたちでも計算しないで済む別解を考えた上でどんな力が試されているのかっていうのを対話してみると次の学力にががる気づきが得られました。例えば小問2に先生が「みんなって 50m 何秒で走る?」そのマンペースで100走ってパッと2倍すると「ほら今倍にしたよね」。それを使って、えー、別の解き方あるよね。 っていうものをもとにどんな力を問われてるんだろうって考えてみるとそこにありますようにえ苦手な子どもたちでも実は頭を働かせばよかった式とかで小難しく毎回考えなくても自分の頭で考えれば解ける問題があるんだっていうことが見えてくるこれは今後のまあ算数に対する見方考え方を変えていってくれるんじゃないかなそんなふうに思います、えー、全部をまとめてみます調査結果を地に足をつけて最大限生かすためにデータ活用が必要です 問題解決の生後の向こうに一人一人の児童の、まあ、考え方分かり方学び方つまずき方あるいはいろんな辻褄の合わせ方があります、えー、そう考えると学力調査というのはその見えない認知過程を除く一つの観察の窓でしかありません。だからこそ、えー、量的なデータだけでなく質的なデータも総動員してどんな資質能力が求められていてそれに対して児童生徒の実態はどうなっていって。 だったら今後どう学んでいけばいいのかということを丁寧に検討していく必要があるのではないかなという,ふうに思います。目の前の問題を解けているかどうかっていうのはあくまで手がかりでしかございません。その問題が通ってる資質能力があります。ですので、えー、今日の教科部会の場ではたくさんの問題に類題はこれですというのが出てくると思うんですけれども、その問題がどんな風に実際に関係あるんだろう。 速さの問題ですと例えば荷重の割合の問題が関連すると出されますけれどもそれが実は2つの数量の関係を考察することにおいて関連しているっていうふうにしっかり先生が把握できるかそれが把握できるになると子どもたちの解き方つまずきっていうのは何を意味しているかそれが見えてきてさらには質的なプロセスなデータというのも必要になってくるではないかと。 それが見えてくると例えばじゃあ同じ小6の児童の国語の問題の解き方どうなっているのか先ほどあったように小中連携で中学校3年になった時にこの子どもたちの関数の問題の解き方どうなっているのか。 教科や学校段階を超えた児童生徒のパフォーマンスも結びつけて検討したくなるのではないかなというふうに思います。でそこまできますとじゃあこれは学校教育がどんなふうにこう働いて、まあ、学習状況調査等もとして多面的なデータも関連づけて周りの支えもどんなふうに得ながら子どもたちが学んでいるか学習指導の改善の効果っていうのをしっかり見とって一層充実させていくことにつながっていくんではないかそんなふうに考えます以上で報告を終わります。 ありがとうございました。